今日の鰹節は今から400年ぐらい前にですね、江戸時代になるんですけれども作られた種類で半年以上かかります。でこの鰹節の生産量はもう今 1.7% しかないので、ほとんど出回っていないというお料理屋さんが使うような鰹節になります。ただこれは一昔前までは一般家庭で楽しまれてたみたいな。でまず香りがいいのでそのままお召し上がりいただいて、今日お召し上がりいただく鰹節は鹿児島県指宿市という地域の鰹節です。ただその結構殻もしっかりしてたと思うんですけど、この力強さっていうのはやっぱり鳥の生命力というか。でもなんか一番びっくりするのはやっぱり匂いが違う、養鶏場の。そうです、そうです。私、そう、紹介してもらって、